今8時5分6分ですね。今ですね、中津川のドライブイン元気、ここで来ております。さあ出発いたしましょう。綺麗な雲ですね。はい、国道257号線を北に向かっております。皆さんおはようございます。アンクルです。今日はですね、すでに、中津川インターを降りまして、高速をですね、1時間ほど走ってきました。これから257号線を北上してですね、またまた今日も向かいます。第4回温泉シリーズですね。日帰り温泉シリーズ、あ、出ましたね、看板に出ております。下呂温泉、ここへ行ってみたいと思っております。下呂温泉ね、昔から近くは通ってるんですが、実はあんまり行ったことがなくて、相変わらずこいつ調子悪いな、接触不良が前回から起きております。充電されておりません。まあしょうがない。下呂温泉に、露天風呂、露天風呂かな、いろいろ温泉があると思います。いやすげえな、あの山肌は、結構いい感じで、新緑の時期になっております。もうね、とうとう今年も6月に入ってしまいましたよ、今年半年がもう入ってしまいました。皆さんツーリングやってますか？日本三大温泉の一つと言われております。日本三大温泉というと、一つはですね、まあ、あの西の方にあります大阪のちょっと兵庫の上の方あたりね、有馬温泉っていうのがありますね。鉄分で非常に濃い鉄、もう赤サビのちゃっちゃっちゃになってるような有馬温泉ですね。その次がですね、やっぱり有名な群馬のあります草津温泉ですね。草津良いとこ一度はおいで、これまで行ったことないんですけれども、東の方の草津温泉で、もう一つが今から行きます下呂温泉、これがまあ一応、諸説ありますが、日本三大温泉と言われておりますね。まあウィキペディアでねちょっと勉強しましたけれども、なぜそれが三大なのかはまたまた諸説ありますので、皆さんちょっと調べておいてですね、くださいねと。まあ、有馬、草津、下呂と。で私はね、九州の別府温泉もまあ三大温泉の一つじゃないかなと思ってたんですが、別府が入ってなかったですね。まあ五大温泉とかね、十大温泉とかになれば、まあ当然入ってくるんでしょうけれども、別府もいいですしね、地獄温泉かな、地獄巡りみたいなね、赤茶けた、温泉だとかいろいろ利用がね、町中にこう溢れておりますけれども、まあ、下呂もね、似たり寄ったりの感じで、いろんなところの昔からのね、名泉がたくさんあります。下呂温泉は静かなところですね。そこへ向かっていきたいと思います。まあ、あと1時間ぐらい、走ると思いますけれどもね、今日はですね、梅雨のもう最後、来週から入るので、今のうちに、とにかくちょっとでも行っとかないといけないなということで、ラストラン、梅雨になる前のラストランツーリングということになります。
今日も一日よろしくお願いします。こいつ調子悪いです。モニターが全然充電できないです。はい、よろしく。漫画ゲロまで22キロです。高山まで73キロ。まあ、途中通過する町といったような感じで、ここに宿泊は一度もないですね。でもまあ日本の三名泉と言われるぐらいのいい温泉だそうです。今日はそこへ行ってみたいと思います。ゲロ温泉、ここを入ってゲロの町並みへ行きます。あ、ここはなんか見たことあるな。ここをちょっと右へ行きます。もうすぐ目的地だよ。お疲れ様でした。出た、チャップリン。これが撮りたかったんだ、チャップリン。ウェルカム。うん、ゲロ温泉。はい、ゲロの街並みのあそこにチャップリンの銅像がなぜかねあってですね、一応観光名所っぽくなっているんですけれども、あれはどうもね今から何年か前に、ゲロの街並みをね少しは良くしようということで、映画の話をしながら歩けるような街にしてみたいということで、第1回チャップリン祭とかっていうのをなんか開催したらしいんですけれどもね、それから毎年をやるというふうな、ことを言ってたんですが、どうも2回目が行われなくなってですね、そのまんまになってしまっていると。一応銅像だけは作って置いてあるということらしいですね。これからちょっとゲロの駅を見に行きたいと思います。あ、ここか、ここ住金か、これは。慌てるとちょっとこけそうなので、この先ってもう行き止まりです？ああ、そうか。じゃあまあここに止めるしかないんだな。
と着いた、いい天気だ。こんな感じで撮れるんかな。ちょっとね、ここで橋の下のところ、オートバイを含む車両を進入禁止です。そっか、足湯か。よっしゃ。あー、すごい。ずーっと出っ放しなんだ。露天風呂がどうもありそうなので、あそこに今日はちょっと温泉入りに行ってみたいと思います。ただしあそこへ行くのがちょっとね、歩いて行くのかな、これずっと歩いて行くのか、それともバイクで行くとどうなんだろうな。駐車場あんのかな。あそこにちょっと久しぶりになんかえげつないもの見つけたぞ。11時37分ですね。おにぎり3個完食いたしました。はい、ここはゲロのね、ゲロ温泉の橋の下、こんな感じです。ぷよーん。ここね、温泉跡入った後だからすげえ涼しくていい日陰で、こんないい天気だ。ただいま時刻11時53分ですね。温泉も入っちゃったし、おにぎり3個も食べちゃったので即帰ります。多分3時間ぐらいかかるかもしれないので、まあのんびり行きます。ゲロ温泉、まあまあのお湯加減でした。またね、ゆっくりね、ほんと落ち着いて来れたらいいんですけれども、結構やっぱりね、お風呂入ると温泉入るとね、暑いんです。汗が止まらないんです。ですのでちょっとね、しばらく橋の下で休んでおりました。ちょうど良かったね。橋の下って風通しがいいくって、で日陰で汗がねスーッと引いたんですけども、またすぐねバイクに乗るとねめちゃくちゃ汗ばんできます。これから約なんだかんだで3時間ぐらい、かかると思いますのでね、まあ安全運転で帰りたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。アンクスです。イエイエイイエイ、借金キンキン。